ええっ やっちまった出来事ですかね。全然思い浮かんでないですね。やっちまった出来事。思い浮かばないですね。わかりません。ごめんなさい。結構細かいとハッチングでは書きづらそう。そうですね、なんかハッチングの書き方じゃなくて、なんかそう毛を、そうなんですよ、こうシャッシャッシャーって一歩一歩書いていくみたいな感じなんですけど、私が今描いてるクマちゃんはすごい毛の向きが違かったりとか、短く、そう、形もいびつだったりするので、そう、ただこう描けばいいだけじゃないのですごく難しくて、はい、難しいですね。クマさんのモデル、あ、クマさんのそうモデルは仲間さんも描きたかったんですけど、ちょっと毛の練習をすごいしたくて、なんかそうなんですよ、ちょっと結構つるっとした子が多いので、結構毛がふさっとしてる子を描く練習をしたいと思って、ちょっと違う子を描かせてもらってます。そうなんですよ。こんばんは、ためありがとうございます。今日はドキンちゃんです。暑かったですね、お家にいたんですけど暑くて、はい、ただ絵描いてるお昼間とか絵描いてるだけだったんですけど、それでも暑くてびっくりしました。さすがにヒートネックは今日着てないです。クニャンカラーの T シャツです。はい、ピンクですか。ピンク、お、結構いい感じで来ました。どうだろう、頑張ってください。頑張ります。お前で書いてたお菓子、あ、母の日のプレゼントで、そうなんですよ、ポエムっていうお菓子を母さんにプレゼントしたんですけど、ちょっと早かったんですけど、早めに来て、でも賞金がそうあるので、過ぎちゃってもったいないので、そうなんですよ。ちょっと早めなんですけど、そう、食べてもらったんですけど、すごい美味しいって喜んでくれて、私も二口もらいました。美味しかったです。はい。優しい、教えてあげるといいんだけど、優しい、その思いがすごく嬉しいので、ありがとうございます。今日は、あ、豚肉食べました。生姜焼きですかね。はい、久しぶりに食べて、美味しかったです。完璧。全然そんなことないんですよ。はい。ケーキめっちゃ美味しそうだったね。うん。あれですかね、サンちゃんの、お祝いでいただいた、2じゃないよ、収録の時にいただいたケーキですかね。メールに、送らせていただきました。あー、高いと髪の手入れ、戻ると大変ですかね。でも冬でも汗かくので、そんなにそこはあまり変わんないかもしれないです。はい、愛知県芸術劇場のオープンハウス、すごい、そんなのがあるんですね。いや、知らなかったです。はい、お、小物、お好み焼き美味しいですよね。トキンちゃん、そうですね、今日ニカニカです。ふふふ、自分の動物に例えると何だと思いますか。レッサーパンダさん、アライグマって言うんですか、だなと思います。結構似てると思います。なんかそう、水をこう、たま、水遊びでしたっけ、好きですよね、多分そういうのも好きですし、見た目も似てますし、似てるなと思いますし、なんかお母さんも似てるって、はい、言ってくれます。そうですね、また木の話してました。あー、お金ちゃんの動画でちゃちゃ
チャッタって言うんですか。チャチャッタって言うんですね。初めて聞きました。レーシングがそうなかなか難しくて、またはい、この後動画でまた続きをアミブロさんにご紹介させていただくので、はい、ぜひ見ていただきたいです。完成まで至る経緯ですか。見ていただきたいですね。ぜひ欲しいものがあった時すぐ買った。買えそうなら買うか、買いますかね。その時の状況ですかね。はい、夜磨きには、めっちゃ済んじゃいました。一緒に外出て、でもリフレッシュも大事ですが、そうですね、外出た後はもうお風呂とか行ってしっかり感染予防したらいいんじゃないかなと思うんですけど、あんま出やくるのは良くないですね。すごい。あ、明日で終わりのようか。あ、でもそれぞれ違うんですね。大変ですが一緒に頑張りましょう。はい。あ、ガンダムベース行ってきました。あ、今日の公式ブログさんはそうなんです。そちら書かせていただいたんですが、あ、見てくださってありがとうございます。ねえ、名古屋のそのガンダムベースに貸していただきました。はい。またそれのことも書けたらいいなと思うんですが、アメブロさんとかに、はい。夜ご飯も食べました。食べましたよ。交差が、あ、本当ですか。あ、いろいろ気をつけなきゃいけないことたくさんで大変ですが、二口どれぐらい。あ、もともとなんか1個がそんな、そうなんですよ、大きくないので。え、難しいですね、2口の説明。え、これ、え、1口、え、難しい。コロッケとあんまかつ、おー、なるほど、得意料理。ちょっと最近あんま、そうなの、特にあんまり料理ができてないんですけど、そう、昔はオムレシですね、オムレツ、オムレシを、オムレシかなと。でも今レシピ見たら作ると思います。ポエムっていうお菓子です、お菓子だそうです。ファンの部屋ぐらい送ります。おー、いいですね。アサリの白ワイン蒸し、すごいおしゃれですね、すごい。焼きそば、おー、焼きそばも好きです。建てるよね、可愛かったよ。あー、今日はちょっと珍しく、はい、安室さんの方にも自撮りをアップさせていただきました。はい、人工知も引いてたし、汗かきました。大変そう、お疲れ様です。納豆チャーハン、え、美味しそう。みんなや動画今から楽しみ。そうですね、放送が、そう、さんちゃんの誕生日の日の5月12日にあって、多分その後に YouTube さんアップしていただくので、もうちょっとあるんですが、はい、待ってていただけると嬉しいです。オープンハウスは開放的なお家を、なるほど、ありがとうございます。あ、これも僕も注文してます。美味しかったです。そうですね、ぜひ、はい。え、バイキングさん、え、あ、バイキンマンのモノマネ得意じゃない。一回もやったことないですよ。天気魔法プレゼント、そうですね、でも冬は絶対欠かせないし、私もずっと毎年使ってますね。ね、欠かせないからじゃいいですよね。
シャパン同じかと思ってました。おすごい本当ですか美味しかったです。はい、うん、暑かったですね。あーチームメイトさんの曲もあー歌っていただきました。素敵な曲で、そう皆さんきっかけにこう知ることもリクエスト曲でそう知れたりもするのでありがとうございます。ウィンのカワウソと同じぐらい似てますか。めっちゃ似てますね。舞台上入りましたよ。おー懐かしい。あーいいですね。あれすごい、お母さんに言ってるのは間違いないかなりそうです、似てると思います。みなさんめちゃめちゃ楽しい、やったあ、色鉛筆の動かし方楽しくなってきたよ、一緒に練習してくださいありがとうございます。嬉しいです。でもなんかそうなんか自然とそう書き方もいろいろそういろんな書き方が身についたりするとしてくると楽しいですよね。なんかうん、わかります。あーうーん、あーカムヌシ、あーなんていうんですかね、あ公演、あのプレミアムライブの方も、あありがとうございます、頑張ります。そう明日なんですよ、頑張ります。カムちゃん、あ、サンちゃんの似顔絵もね、そうあれから飾らせていただいて、あ、やばい、めっちゃ飛んじゃいました、コメントが。いやごめんなさい、いや間に合った、あ、ありがとうございます。ちかこさんに食べていただきたいな、そういう機会があったらいいんですけど、なかなかそう難しいです。あ、ちかこの肉詰めを、あー前そうだ紹介させていただきました、嬉しいですよすごく、はい、眠い、あああそっか、ガンジョンさんはそっかおばちゃんとかあるんですかね。へーのちゃんちゃん焼きは得意レシピ、あ得意なのかな、あちゃんちゃん焼きも美味しいですよね。得意かちょっと不安なんですけどこんばんは、これも美味しいですよね、あ好きって美味しいですよね。塩おむすび、あの三角におにぎりを結ぶのが結構難しいですけど、ちょ 丸くなっちゃうんですよねそうなんですよ、ああそうですね、最近なおさんと映画さんともそうですねお話しさせていただきます、うん、いつも一緒にいるイメージ、めっちゃ仲いいイメージあります。あーメガネ似合う、やったー、今ファミレス、福岡にいるときはなんかチョイフルさんによく行ってました。納豆、好きですよ、食べます、はい、あれめっちゃちょっとコメントが間に合ってごめんなさい、食べちゃいなくなった、あーぜひ、コキンちゃんも可愛い、わかります、スライドができません、ごめんなさい、いちご
ちご食べたい、わかります、食べたいです。メガネ作りに出よう、すごい。そう、私は普段全然メガネかけないので、そうなんですよ。そう、ここがちょっと痛くなるイメージがあります。テレピアさんじゃないんですよね、モデルのコマちゃん。なんかそう検索して出てきたコマちゃんなんですけど。はい、あ、お昼お好み焼き、あ、ありがとうございます。こちらライブもありがとうございます。はい、写真とかも、はい、自撮り写真とかいっぱい撮りたいと思います。837H も連続ありがとうございます。10分経っちゃいましたね、早い。あ、ね、さっき測ってないんですが、気をつけてはいるんですが、はい、これからも気をつけます。これからも、テナさん、はい、知ってます。あ、上まで追いつきました。ちょっとコメント拾ってなかった、ごめんなさい。では今日も、はい、オートタイムさせていただきたいと思います。今日はですね、ちょっとリクエスト曲じゃないんですけど、もう少しで夏なので、あの曲を出していただきます。この映画、私も頑張れます、嬉しい、私も頑張れます、皆さんの言葉で、はい、ではイヤホンを刺させていただくんですが、ちょっと音がうるさいので皆さん気をつけてください。音量注意です。音量大丈夫ですかね。刺す音と音量上げる音がうるさいので気をつけください。では行きたいと思います。いきますかね、いきます。はい、見たよ、ありがとうございます。ひくにゃんのさ、ひくにゃんさん、え、ひくにゃんのために行ける、ありがとうございます、嬉しい。音大丈夫でしたかね、ちょっと音量も上げさせていただきます。あ、今日珍しく下がってました、ちょっとうるさいですね、カチカチって、珍しい、下がってます。あ、大丈夫です、上がりました。もう音量は大丈夫なので、好きな音量にしていただいて、今から、はい、曲を入れます。ちょっと待ってください、あれ、どこかな、あ、ありました、はい、お待たせしました、ありました、大丈夫かな、はい、ではちょっとこうしよう、よかったです。はい、では歌わせていただきましょう。もう今日もちょっと下手くそかもですが、頑張って歌わせていただくので、よかったら聴いてください。では行きまーす。まだ何もない白い砂浜、波が静かに次の季節を待つように、
君との気温まさらなまま新しい世界描こうとしてる骨組みのできた海の家完成する頃好きだと言えるかな夏よ僕のため急いでくれ青い海は待ちきれない太陽はそこまで盛り上がろうとやってきてる君のことも気持ち胸の中高まってる強い日差しがなきゃ恋は始まらないさま水平線は遥か彼方で何も語らず船の行方を見つめてる君と出会って輝く日々にどんな未来が行き交うのだろう人影少ないこの渚にぎわう頃にはロマンスがいっぱい夏よ夢よりも急いでくれ風の向きは変わってきた情熱の予感に僕の心は震えてる日焼けより後に残る思い出を作りたいよもっと熱くなって君を迎えに行くさま空を見上げれば目を閉じるくらい雲の切れ間が眩しくて夏よ気持ち届いてくれ青い海が待ちきれない太陽はそこまで盛り上がろうとやってきてる君のことも気持ち胸の中高まってる強い日差しがなきゃ恋は始まらないさま夏よ急ぎでしたありがとうございます。ありがとうございます。暑いです。ありがとうございます。緊急性がたくさん、そうですね、歌わせていただきました。はい、もう夏ですかね。6月から夏ですか。から夏なんですかね。なんか違いますよね、気象庁でなんかとかなんかいろいろ違いますよね。ガスピンですね、すいません。懐かしい、暑い、あ、そうですね、あの研究生コインドハスセンターでやらせていただいて懐かしい、とてもこの曲も思い入れのある曲です。最高だね。今日も聞いてくださってありがとうございます。夏くらい暑かった。いや、今日は結構暑かったですよね。今も暑いですね。そう、あのフラグリっていうのはあると思うんですけど、すごいちょっと、はい、汗かいちゃいました。5月5日から夏、あ、あ、もう夏なんですね。汗が美しかったの思い出すよ。嬉しい、ありがとうございます。
そうですね、夏の全部ツアーでも通していただきたいです。ありがとうございます、嬉しいです。はいでは今日はこんばんは。半袖早い、確かに外ではちょっと早いんですかね。レッスンの時も半袖が多いんですけどはい、今日の初のはどうしましょう。何がいいかな。一日癒されました。ありがとうございます。 Thank you for the song。 ありがとう、 Thank you 嬉しい。雑虫めまいでしたっけ、合ってますか、あれフィンク、うん。で今日はそう、さっきあ、じゃあ 両面チャレンジしてみたいと思います。左が苦手ですが頑張ります。はい、ではいきます、いきますね。ゆくぎゃーん、ゆくぎゃーん、ゆくぎゃーん、ピーン、あーからのピンク、ピンク、あ、変な顔だったんですか、すいませんめっちゃ左がものすごく変な顔になりましたがすいませんすごい変な顔でしたねすいませんそうやるのに必死で、そうそうできてもそう顔が変になっちゃうんですよねありがとうございます。気にして優しいありがとうございます。うん、どっちも縮小ありがとうございます、嬉しい。はい、2755人の方も嬉しいです、ありがとうございます。優しい、そんなことないよ、優しい、おやすみぽにゃんって、ありがとうございます。はい、明日は、はい、そうなんですよ、あの株主プレミア、株主様のプレミアムライブの方に、はい、出させていただけるので緊張してるんですけど頑張りますはい、そうですね、見れない方もいらっしゃると思うので、ちょっと写真とかもできるだけたくさん撮って、ちょっと SNS にもアップさせていただき、送らせていただけるように、はい、したいと思うので明日も頑張りますはい、ありがとうございました、頑張りますね、皆さんありがとうございました。シャチホコー、今夜頑張ります皆さんもゆっくり休んでください、ありがとうございました。明日も配信お待ちしております。あれ、うん、行きました、ありがとうございました、ゆっくり休んでくださいね。